演武開演。どうも、本日はこちらのモナカを食べたいと思います。表を向けるとこんな感じです。このマークひっくり返すとなんかあのネズミキャラみたいですね。では開けてみます。で、当然この皮だけで食べるわけではなく、こちらの小豆とハボチャーンをイラカに入れて食べます。ではまずはオーソドックスな小豆あんから開けてみたいと思います。こちらの皮に挟むんですね。ではでは、いただきます。音がすごくいいですね。こんな音、今まで聞いたことありません。サクサクで、あんこの甘さもしつこくなくさっぱりしていて美味しいです。では、もう一つのかぼちゃの方も開けてみます。ではかぼちゃの方もいただきます。はい、小豆とはまた違う甘さがありますね。音はまた違う。かぼちゃの優しい甘さが口中に広がって、さっくりとしたモナカとよく合っています。そして最後はもちろんダブルあんです。同時に食べるとどんな風になるのか、いただきます。同時に来るとこれまた違う。小豆の食感とそれぞれの甘さが見事に融和し合って、さっくりとした生地が締めてくれて美味しいです。市販のモナカもこうして食べるとちょっと一手間ありますが、美味しく感じられます。さっぱりとした甘さ、いいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。